婚の理由を聞いたら、子供は黙ってろって怒られたの。それでもずっと聞いてたらね、うるさいって叩かれたの。お母さんもね、舞子がそんなこと聞くから悪いって言うんだよ。やっぱり舞子のこと嫌いなのかな。舞子なんかいなくなっちゃえって思ってるのかな。家で捨てみようかな。お父さんたちの気持ち確かめるの。舞子のこと大事って思ってるんだったらきっと探してくれるよね。舞子が家出するって言ったの、お父さんとお母さんには内緒だよ。秘密にしててくれるよね。もう帰らなくちゃ。また遊ぼうね。楽しみにしております。私からのお願いです。おや、すでに条件をクリアしております。感謝いたします。
残念です。では何とぞ。あのですね、吉報をお待ちしており、気配がいたします。では何とぞ。そうそう、吉報をお待ちしております。そういえば、吉報をお待ちしており、来てくれたぞい。だからもう機嫌直してくれんかの。私だってね、頭では分かってるの。でも、もしも木がなくなったら、あの木がなくなっちゃったら、本当に息子に会えなくなる気がして。大丈夫よ、喧嘩じゃないわ。私が少しダダをこねちゃっただけ。ごめんなさいね、失敗させちゃって。柿の木を切るって話、どうやら本当じゃったみたいでな。ばあさんと一緒に行ったんじゃよ、月光の柿の木にお別れを言いにな。そしたらばあさん、息子が死んだ当時のこと思い出しちまったみたいでの。ほれ見てみばあさん、わしと同じこと言ってくれとる。メソメソばっかしてちゃいかん、せっかくの美人が台無しじゃぞい。まあまあ、こんなしわくちゃんのおばあさんをからかうんじゃありませんよ。またいつでも寄っておくれな。おばあさんこう見えて面食いじゃから。いけ、ほれこれ、小腹が減ったら食いな。君か、おかえり。したらもう一っ走りしてきたいところだったんだが。今日は十分体を動かしただろう。オーバーワークになりかねないぞ。分かったよ。それで何か教わりたいことでもあるのか。実際に使って問題を解くのが一番だが、
ただ解くだけだと集中が続かないからな。そういう時は筋トレを挟むといい。血流が良くなり頭も冴えてくる。それに筋トレがあると思えば勉強のモチベーションにもつながるはずだ。とにかく勉強を頑張ったご褒美としてトレーニングを用意しておくのはおすすめだ。もちろん毎日こなすことも重要だ。こういうのは日々の積み重ねだからな。口出しは控えるつもりだったが、それでやる気が出るのは秋彦くらいだぞ。それに秋彦が言っているのは日頃の学習方法だ。試験前に有効な手段でもないだろう。確かにそうだな。それならミツルは試験直前の今どう勉強しろって言うんだ。イレギュラーなやり方だが、試験範囲に絞って単語や数式だけを抽出し完璧に暗記するまでだ。何、全力集中で挑めば難しくないさ。予測不可能な敵と戦うよりよほど親切だ。とにかく説明より実践だな。問題を出してやるから解いてみろ。お前は筋がいいな。教えればすぐ吸収するし応用力もある。あとは体を鍛えればさらに強くなるだろう。試験が終わったらタルタロスにこもってみっちりトレーニングするのもいいな。お前はいつも試験が終わってもオーバーワークの監視は必要そうだな。勉強もトレーニングもやっただけ成果が返ってくるからな。今日の成果期待してるぞ。今日はこの辺りにしよう。寝る前にストレッチもしたいからな。授業始めますよ。
昼はカツサンドとメロンパンと揚げパンとカニパンと焼きそばパンと三色コロネと もう一個揚げパン食べたけど、でもやっぱり日本人は米でしょ。さすがに炭水化物取りすぎたかも。腹にたまる。今日さ、クラスの女子に言われたよ。一緒に海牛に行ってたイケメンは誰って紹介してって、一緒にご飯行きたいって。世の中の女子ってば、チミとか僕の弟とか、やっぱりイケてる子が好きなんだよね。死んだらさ、焼かれて骨になって壺に入って、そしたらイケてるとかさ、意味ないの。あー、ダメだ、まただ。昔のことを思い出すと異様にお腹が空いてくのはなぜ。カツアゲ定食追加。定食が来るまでにここで川柳をば。カツアゲはされるとつらいが揚げたてぬ、カツはうまくてうまくてうましゅぎ。あと数センチお便器さんが遠かったらって思うと、あのね、グルメキングよ僕。その他大勢の胃袋と一緒にしちゃ嫌よ。いつもはどんなに苦しくったって揚げ物は別腹だったのに。僕ってば、今グルメキングらしからぬお下品な単語を。チミ、まだ食べてる途中なのにお便器って、うはは、また行ってしまった。ごめんして。さあ、気分直して食べよっか、一刻も早く。あと何食できるか分かんないもんね。生きてるうちに、死んだら食べれない。うちの弟みたいにさ、
てギャルギャルしい字書くんだね。ちょっと意外。違うの、これなつきちゃんの。私がタルタロスに閉じ込められてた間の分。優しいんだよ。でもね、結構抜けてるとこあるんだ。本当だ、ここ計算式だけで答えないし、このページなんかほぼ落書きだし。あ、ここよだれでにじんじゃってるよ。あんまり参考にはならなそうだけど、何より気持ちが嬉しいよね。うん、そうなの。何かお礼できればいいんだけど。もしかしてノートの空いてるところ私が埋めて返すってこと？あー、それナイスアイデアだね。でも量あるし終わるかな。なら私たちも手伝うよ。復習にもなるしさ。みんなありがとう。ほら、フーカ、早くこっちにノート渡して。できた、完璧。これ見たらなつきちゃん、きっと驚いちゃうね。喜んでくれると思う。二人のおかげだよ。ありがとう。私たちもいい復習になったかな。ね。明日、なつきちゃんにノート渡しておくね。それじゃあ、おやすみなさい。
依頼を受けていた。素晴らしい。それでは、以上が7日に行った作戦のあらましです。やはり個体によっては一筋縄ではいかないようです。なるほど、敵も徐々に手強くなってるね。だけど悪い話ばかりじゃない。実は今日みんなに集まってもらったのは。待ってください、この際なんで霧城先輩に聞きたいことがあります。私に？私だけじゃないと思いますけど、ここに来てからびっくりの連続で、私少し流されてきた気がするし、だからこの際はっきりさせたいんです。ズバリ聞きますけど、先輩、私たちにまだ何か大事なこと言ってないんじゃないですか。例えば影時間やタルタロスのこと分かんないみたいに言ってましたけど、あれって10年前の事故と関係あるんじゃないですか。10年前の事故？ゆかりちゃん、学園の周りで爆発があってたくさん人が死んだ話、当時すごいニュースになったはずですし、先輩は知ってますよね。あ、幸い生徒は無事だったみたいですけど、でもなんか変、なぜかちょうど同じ頃
一度に何十人も不登校になってるんです。これ偶然なんでしょうか？どういう意味だ？私、実は学園に残ってる昔の書類とか調べたんです。そしたら不登校なんてのは記録だけ。本当はみんな急に倒れて入院したって。似てると思いませんか？風花をいじめてた子が入院した時と。ちゃんと説明してください。10年前の事故、あの日本当は何があったんですか？学園は霧城グループが建てたんだから、霧城先輩は知ってるはずでしょ？私、本当のことが知りたいんです。隠してるわけじゃない。必要のないことは告げてないというだけだ。しかし。仕方ないさ、君のせいじゃない。わかった。すべて話そう。シャドウにはいくつも不思議な能力がある。研究によれば、それは時間や空間にさえ干渉するものらしい。私たちは敵と思っているからあまり意識しないが、もしそれを利用できるとしたらどうだ？何か大きな力になるかもしれないと思わないか？今から14年前、そう考えて実戦に移した人物がいたんだ。霧城グループの先代、霧城光悦。私の祖父だ。祖父はシャドウの力に痛く見せられ、それを利用して何か途方もないものを作ろうとしていたようだ。途方もないもの？実現のために研究者を集い、シャドウを大量に集めさせた。シャドウを集めた？え、正気かよ。しかし10年前、計画の最終段階で暴走事故が起き、実験は失敗。制御を失ったシャドウの力で、後には忌まわしい痕跡が残ることになってしまった。それってまさか？そう、影時間とタルタロスだ。記録では、集められていたシャドウは分かれて飛び散り消失したとある。満月の旅にやってくるのはこの時のシャドウだ。消失？それでいつも予想できない場所に。ちょっといいですか？今の話が本当なら、なんで学校がタルタロスに？まさか実験をやった場所って。そうだ。じゃあうちの生徒が何十人も入院したっていうあれも。全て君の考えている通りだ。傘下にあって人も集まり、最も好きなようにできる場所。おそらくポートアイランドは最適だったんだ。実験の場所は紛れもなく10年前の月光館学園だ。それどういうことですか？それじゃこの部の活動って、無関係の私たちを使ってその時の後始末ってこと？騙したんですか？真田先輩だって知ってたんでしょ？
これじゃ私たち都合よく利用されてるだけじゃない。それとも先輩は戦う理由なんてどうでもいいってことなんですか？そんな風に言った覚えはない。理由ならあるさ。どう取ってくれてもいい。黙っていたのは確かに私の意思だ。すまなかった。隠す気などなかった。だが筋道よりも君らを確実に引き入れることの方が私には大切に思えた。理不尽だろうと、戦えるのはペルソナ使いだけ。世界で私たちだけだからだ。今さら。それに私には力を得るかどうか選ぶ余地などなかった。私は満、もういい。竹葉君、罪は過去の大人たちにある。そして彼らはみんな自らの行いによって命を落とした。今はもう当事者はいないんだ。言われのない後始末なのはみんな同じなのさ。でも事故から10年、シャドウたちがどうして今になって目覚めたかは本当にわからない。でも目覚めたってことは見つけて倒せるってことでもある。これどういうことかわかるかい？あの12体こそ全ての始まりなんだと言ったらわかるかな。奴らを全部倒せば影時間やタルタロスも消える。その通り。さっきは話の腰を折られちゃったけど、どうだい、朗報だろう。本当なんですか？確証となる記録もある。ここからが本当の戦いの始まりだね。本当の戦い。事情がどうあれ、人を守るためなのは変わらない。シャドウたちはだんだん力をつけてる。待ってるだけじゃ勝てない。はい。それにタルタロス自体にも謎は多いからね。なぜあんな巨大なものが現れたのか、僕らの知らない答えがきっとあるはずだ。答え。自腹だし、向こうで一泊したから宿泊費もかかったし、あんたはまだ青春知らずだから想像もつかないでしょうけど、高校卒業してからの10年はシビアよ。負け組と勝ち組の線引きは一目瞭然。私の日の丸弁当を笑ったあの子も、私のアナーキックスしたを伏せてあの子だって、
今じゃ私を先方の眼差しで見上げるわ。あ、会社の経営も軌道に乗ってるし、公私ともに充実してるって感じ。私についてきなさいよ。ね、こないだの専属モデルの話が生きているうちに、他の子にも同じこと言ってるとか思っちゃダメよ。随分前にもらった4万円。あんたあれ、十分元取ったわよ。私の講演会のギャラに60分で10万円なんだから。ド派でためになる話いっぱい聞いたでしょ。暇そうだな、相変わらず。ん？てめえか。何しに来た？また連れ戻そうってんなら話すことはねえ。そんなんじゃない。腐れ縁の相手でもたまには心配になることもある。ああ、お前とも長いな。孤児院で顔を合わせてからもうすぐ14年か。よくミキとお前と3人でまだ更地だったこの辺を夜まで走り回ったな。影時間どころか時間なんてものに目が行くことさえなかった。弱音なら仲間に吐きやがれ。なんだと。普段のてめえはバカみてえに前しか見てねえ。昔の話なんかしねえ。わかりやすすぎんだよ。思い出話くらいするさ、俺だってな。影時間やタルタロスを消す方法がついに明らかになった。本当なのか。な、今まで俺は強くなることさえできれば正直他は二の次だった。だが昨日、目的もなく戦ってるのかと正面から言われて。戦う理由か。そんなもんそれぞれだ。理由がねえならいっそ手を引き合い。俺みてえな。お前とは違うさ。というかお前に説教を食らうとはな。焼きが回ったもんだ。邪魔したな。ったくガキが、ちっとも変わってねえ。
戦いのバックアップだけじゃなく、いろいろな調べ物も得意みたいだな。すみません、皆さんに無断で。私、いや、君にああいうスキルがあるなら折り入って頼みがある。10年前の事件、あれの真相を分かる限り調べてほしい。でも、あの事件のことは一般には多分。調べてほしいのはキリジョンが保有しているサーバーだ。それって侵入いいんですか？私の ID とパスワードを預ける。君が罪に問われるようなことは決してない。詳しい事実が知りたいんだ。もちろん無理強いする気はない。わかりました。私にできることなら協力します。そうか、すまない。山岸、君は不満はないのか？事情はどうあれ、私は隠し事をしたまま君たちを戦いに巻き込んだ。恨み事の一つも言いたいはずじゃないのか？それは違います。私の家って親族がみんな医者ばかりで、うちだけが医者をしてなくて、両親が私のことにすごく熱心なのはそういうコンプレックスを見返すためなんです。家にいるの正直辛くて。でもここには私にしかできないことがあって、それを必要としてくれる人がいる。恨み事なんてないです。君はここに必要な人間だ。代わりは誰にも務まらない。に切るよ。タルタロスの影時間が消える。ち、消えていいじゃんか。そういうために戦ってんじゃんか。なのに、なんで俺。なんでこんなモヤモヤすんだ。暑、まだ7月なのに。つうか、うちらもう3年じゃん。こうやって制服で寄り道とかすんの、何気にもう人生ラストっぽいよね。いいよ別に、早く大学とか行って遊びたいじゃん。なんか分かっちった。戦うのを使命とか思って夢中になってたけど、考えてみりゃ俺そればっかじゃん。それなくなったら俺、それなくなったら俺、他に正義のためとか嘘じゃん。しかも戦うのだってあいつに水あけられたまんまじゃんか。まあ、くそ、全部半端じゃんよ、俺。はあ、悪い予感だけどんどん当たってく。活
形のないものを信じてたって、そんなの無駄なのかな。お父さん、春先に届いたこの手紙、読み返すのもう何度目かな。10年後の家族へ。明日ムーンライトブリッジの開通式の会場からこの手紙を出すつもりです。手紙はタイムカプセルに入れられて届くのは10年後です。10年経ったらゆかりは16歳か。こんなにちっちゃい君がもう高校生なんだね。僕は仕事でいつも君を寂しがらせてるけど、君はいつも笑顔をくれる。今お父さんは仕事にやりがいを感じてる。霧城さんから主任研究員を任されたんだ。すぐに大きな仕事も待ってる。ここまで認めてもらえたのは素直に嬉しいことだ。でも誓っていよう、君や母さんの未来より大事なものなんて僕に。お父さん。ゆかり、毎日は楽しいかい？希望を持って前に進んでいるかい？今隣にいる小さな君のように明日を待ち遠しいって感じてるかい？これから10年、たとえどんなことがあっても君は幸せでありますように。それじゃ、隣にいる母さんとこの心配性な手紙を大いに笑ってください。2000年3月6日、竹葉栄一郎。どんなことがあってもか。信じるしかないよね。私は逃げない。お母さんみたいにはならない。絶対。素晴らしい。楽しみにしております。私からのお願い。素晴らしい。安心いたしました。
遠目で見て似てるやついるなって思ったらやっぱりおめえだったのか。仏の顔も三度までだぜ。今日こそは店のやつにチクってたな。まあこの世に仏なんていねえし、いいぜ、突っ立てねえで座りなよ。てめえの女房とせがれにも相手にされねえおっさんのとこ来てよ、楽しいのかい。ああいつも一人みてえだが、いねえのかその友達とかよ。おい、それってよ、いるのいねえの。ガキが妙な理論武装なんてすんな小賢しい。おめえの考える友達って何なんだよ。友達とそうでない奴の線引きって何よ。自分の親愛の対象となる他者を俗に言う友達って定義しようや。わしは常日頃からこう考えてる。他者に親愛を傾けてる奴なんていやしない。人は対人関係に見返りを求めるからな。自分以外のやつを愛せねえのよ、人は。自分を好かないやつを友達って呼ばねえだろ。そいつを好いたってことの見返りがねえから。自分の信愛の対象となる他者なんてこの世の中に存在しないことになるわな。誰しも信愛の執着点は自分自身以外にないんだからよ。だがおめえがあのフロアのとこにいるだろ、あそこのギャルどものどれかをさ連れてきてくれたらなってやるぜ。友達に見返りによな。女こますテンションじゃないって、目しょぼしょぼしてるぜ。帰りなよ、どうせまた来るんだろう。来るなっつっても。また会ったね。僕ら初めて会ってからどのくらいかな。時が経つのはあっという間だね。ペルソナ使いとしての日常はどう？何が欠けてるんだろう。早く見つかるといいね。やってくる終わりについてまた少し思い出したんだ。終わりが来ちゃう原因は多分ずっと前の出来事にある。そう、確か10年前だ。ねえ、君が両親を亡くしたのも確か10年前だったよね。ペルソナはね、使う人の鏡なんだ。だからペルソナ使いは自分自身の本当から逃げられない。でも僕はそれでも君と共にあるよ。友達だからね。おやすみ。